アイスランド大学はアイスランドの首都レイキャビークにある国立大学。アイスランドの人口約32万人の3%以上に当たる1万人が11の学部で学んでいる。アイスランド大学は1911年6月17日に進学のプリースタスクリン、医学のルナスカリン、法学のラガスケリンという3つの学校が合併することで誕生した。当初は この3学部のみで45人の生徒が学んでいたが、初大学長に人文学の教授であるビオル・マグヌースソン・オールセンが就任したことから人文学部も加えられた。設立当初は、レイキャビーク中心部にある球技児童を使用していたが、1933年にアイスランド議会より新しいキャンパスを建設するための資金を確保するために、 宝くじ事業を運営する特別許可が降りたことで翌1934年より宝くじを発売し、1940年に新しいキャンパスへと移動することができた。現在は11の学部で1万人が学んでいるほか、これら以外にも多数の研究所が校内にあり、400人近い上勤の教員を、はじめ数千人が働くアイスランド最大の職場ともなっている。 現在の学長は、クリスティン・インゴールフスドッティルで同校発の女性学長となった。また大学では生徒による自治の一環として、ロスカババカ・ハスコロリスチンという学生生徒がある。アイスランド大学では、人文学、科学、社会学の3分野で60単位以上、そしてそれ以外に、それぞれの専門分野での単位取得が卒業の条件となっている。授業は主に、 アイスランド語で行われているが使用されている教材は英語で書かれているものも多く留学生に対しては英語での試験を受けることが許されている現在アイスランド大学には11の学部が設置されている法学部旨アイスランド大学は国立の大学であるため入学金を除いて授業料は無料であるまた生活費に関しては多くの学生が アルバイトで稼ぐかアイスランド学生ローン基金から低い金利でローンを受けている場合が多い。また、アイスランドの文部科学省はアイスランドの言語や歴史、文学をアイスランド大学で学んでいる特定の国からの留学生に対して毎年食事付きの量を1年間無料で提供する賞を授与している。ありがとうございます。